お疲れ様でした。スタジオコントね、ええ、夢の本当ですよ。おお、で、あんな派手なね普段の我々ではやらないようなね、絶対やらない種類ですから、うん、はい、いや、なんか、楽しかった。いい感じにできたしね。で、設楽さんもいいよね。いや、ね、派手だよね。派手ド派手に行ったんでね、うん、そうっていう場面が、毎回地味だもんね。そうですね。やっぱ今日だから設楽さんがやったようなキャラクターをやれる人いない。いないいないいない、うん、いないですけど、そんなんなかなかね、ないないね、あんなのね日常メインやってたから派手なのちょっと確かにこれ、うん、やみつきになりそうね、確かにまたやりたいもんね、これ。快感を覚えましたよ。テレビでコントやってるっていう感じが強い。やっぱ派手だとこんな気持ちなんだね。